幸せは、どこにあるは、2014年のイギリスのコメディ映画。監督は、ピーター・チェルソム、出演は、サイモン・ペグとロザムンド・パイクなど。フランスの精神科医、フランソワル・ロールの小説、幸福は、どこにある精神科医、ヘクトールの旅を原作としている。ロンドンの精神科医ヘクターは、完璧な恋人クララと名に、不自由なく暮らしていたが、 患者たちの悩みを聞き続けるうちに幸せとは何かとの疑問を抱くようになると、その答えを求めて世界中を調査して回ろうと旅に出ることにする。クララとの間に微妙な空気が流れつつも、上海からチベット、アフリカ、ロサンゼルスと旅を続ける中で、ヘクターは様々な人々と出会い、時にはトラブルに見舞われながらも、各地で知った幸せのヒントを手帳に記録していき、 ついには自分にとっての幸せとは何かに気づく。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、批評家の一致した見解は、サイモンペグは相変わらず、魅力的だが、幸せは、どこにあるはその魅力を、過度の干渉主義に溺れさせている。であり、十七件の評論の内高評価はントに、当たる十三件で、平均点は十点満点中点八点と、 なっている。メトクリティックによれば、28件の評論のうち、高評価は2件、賛否混在は12件、低評価は14件で、平均点は100点満点中29点となっている。ありがとうございます。